思うのはさ、どの決断しても得るものと得られないものが出てくるじゃん。だからこっち行ったらこれは得られるけど、こっち得られなかったものが得られないとか、こっち行ったらこっちが手に入れられないとか、って考えたらさ、どこ行ってもいいんじゃないって思わない？うん、それめちゃくちゃ思うね。そしたらその学論で言ったら、じゃあどうせ同じ、まあ分かんない、同じ結果が出るかもしれないんだったら、じゃあ自分、人に言われたことよりも自分のこれだって決めた道で行った方が後悔せずにやれるんじゃないかっていうことでしょ、うん、そう、それはすんごい思ってた今シーズン今シーズン今シーズンって言うとなんか今シーズンなんかちょっと毒があるんじゃん。でもさ